で、あれ飲めるんでしょ、じゃあ。そういうやつは飲めばいいって結構暴力だと思う、確かに。でも、こうも言いたい。あなたたちが戦って相手を一発で終わらせれますよって。だって、もしあなたたちが、これが大丈夫なんだって言って、ね、もうトリチウム以外は全部アルプスで処理して、なおかつこのトリチウムは問題がない量なんです。だから、いただきますって言って、ほんとちょっと飲んでくれたら、もう切り伏すしかない。そうだね。何バカなこと、そういうんじゃないと言うんでしょ、なんか。多分飲まないよね、なんだかんだ言って。不思議だね。誰も飲まないのが逆に不思議になってきた。一つのいい方法だよね。信じる、信じないみたいな。安全じゃない。でもさ、これなんかやるとしたら、あともうさ、じゃあ相撲で決着つけようとかあるじゃん。議員で誰も飲まないんだろうね。俺がさ、議員でマジで安全ってし、信じ込んですごいちゃんとアピールしてたら俺の飲むよ。だってそっちの方が本当早いじゃんって思う。そうだよ、早いよね。なんで飲まない？え？すごいそっち派で、なんか政治やってたら、あ、俺飲んできますよっつって普通に、その方が早いっすよ。そうだよね。それが一番早くて安全で安心かと思いますんで、自分飲んできますよ。おい、何？やめろやめろとか言ってたの。どうしてですかみたいな。なんで そう。なんで止めるんですか？いや、安全だけど、だけどってことでしょ。安全だけどとかなんでしょ。怪しい。ってやる。そのちょっと飲めない部分の、そこの部分の話して、あ、じゃあ、そうやって今話したらよくない？要は、その、トリチウムが云々のことを言う人の言い方としては、まずですね、飲めますかって言ったときに、それはちょっとって思った時の、そこの部分ですよって言ったらもう終わりじゃない？これ以上は話しませんっていう。もう終わりです。終わりです。こんな別に単語とか出さないです。単語は一切出さないです。言えることは、飲めますかって言ったときに、あ、いや、ちょっとってためらったら、ちょっとでもためらったら、その部分、そこに自問自答してくださいっていう。で、そうじゃないんだったら、ぜひ飲んでみてくださいと。それは、すごくインパクトがあることですと。それは、本当に安全だって思うあなたにしかできないことだから、意味のあることですよっていう。すごく意味のある一杯。意味のある一杯。意味あるいっぱい。逃げる人はさ、飲んでも意味ないとかいう逃げ方しかないじゃん。多分そうやって言うんでしょ？どうやって逃げんだろうね、なんか。まずいとか言うのかな？美味しく関係ねえ、関係ねえよ。美味しいか美味しくねえかの話してなんかねえ。さ、絶対安全なんだのやつにさ、飲んでって言った時のさ、断り方ってむずいよね。そこの現場に行くのがめんどくさいみたいなのまずあると思うんだよね。そこ行かなきゃいけねえじゃねえかよ、みたいな。それ全部出しますよ。あ、交通費気にしてんの？そいつ交通費気にしてんの？そいつ。交通費もギャラも出るし、もう別にこの話さ、もう、そのなんか水かけるみたいなの続けるのはもうだるいじゃん。なんか。だからさ、早く飲めよって言って終わらせたいわけじゃん、うちらは。これでもさ、やっぱ大丈夫だ派がただ飲むだけだと、やっぱ不公平かなとちょっと思ったりするの。ああ、そう。俺たちは大丈夫だから、今から処理水飲むから、どうする？死ぬ？立花じゃん。これが安全なんだっていうことを今から飲むから、そしたら認めるよな。でもこう言うかな。いや、それは愚かな行為ですよ。私は飲んでくれとは言いませんよと。だって危険ですからねっていう。その番組に出るときに、プロフィール欄に、処理水飲んだか飲んでないかは、プロフィールの最初に出るっていう。なんとか大学卒みたいな感じで。バッチみたいなので省略されてんじゃない？ あ、このマーク、なんか認証マーク。議員バッジみたいな感じで、処理水飲んだバッジみたいな感じで。処理水飲んだバッジつけてると、いろんな、そ3の、切られサーる。ブつけれる。消費税が5%。現地に行って、で、コップ一杯その場で飲むと、バッジもらえて、じゃあ、ダメじゃんじゃん。ダメなんじゃんっていう考えではなく、大丈夫なのに、いまいち大丈夫さが伝わってない。観光地みたいな、山登ったからのもらったみたいな感じだよね。それがダメとかじゃなくて、あ、そうそう。記念品みたいな。あ、でもあれに近いかも。じゃあ、お遍路みたいな。なんか、一応苦行をこなしたみたいな。苦行はいいの？それはありな。苦行という概念にしていいのか。むしろ美味しいよぐらいの方がいいのか。だって、いや、彼らはそういう意見だからあ、ね。そう美味だよしいよとね。は言ってないけど。でもなんか良くない？そこに行って、それ飲んで、なんで優遇されるかというと、それはもちろん、それ危険だったりリスクがあるから優遇されるわけではなく、世の中に安全だっていうことを
ピールするために貢献してくれたから得点が受けれますよっていうだけで。え、じゃあだとしたらなんかふるさと納税的な感じで福島のなんか特産品が毎年送られてくるみたいな。あ、毎年その年でもいいね。その処理水を飲んだ人がそれいいよね。処理水を飲んで得点がもらえる。うん、本来さ、これ何にも方法なかったはずなんだよ。大丈夫、いや大丈夫じゃない、情報は確かなのか、もういろんなことを考えたら何のケチもつかない。唯一の方法がよし、じゃあ飲もう、うん、ねって言ったら、うん、いや飲むのはちょっとって言ったらもう答え出るじゃん。なんか飲んでみろって言ったやついいのかな。なんかそれだとなんか幼稚なやつって思われるのかな。そうそう、俺もそう思った。俺も話、この話はなんか横暴だと思うけど、だから文章で書くと横暴だけど、やっぱこの長尺で喋ることにやっぱ意味がある。そうだね、そうなんだ、ね。